ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は木津川市にございます 3LDK の賃貸テラスハウスサンモール宮の内2をご紹介させていただきます。まずこちらが1階の LDK のスペースとなっております。こちらこのように十分な広さがございますので、ダイニングテーブルやソファーなどを置いていただいて、ゆったりとくつろいでいただけます。またこちら奥の方にオープンタイプのキッチンがございまして、調理するスペースも広々ととっておりますので、非常に使いやすいキッチンとなっております。広さだけではなく収納の方も上の方にたっぷりと収納がございまして、真ん中には水切り棚がございまして、下の方にもたっぷりと収納がございます。また奥の方を見ていただければ冷蔵庫を置いていただけるスペースも十分用意しております。そして水仕事をしながらすぐにお湯の温度を変えていただけるように、こちらにですねリモコンの方をつけておりますので、簡単に温度を変えていただくことができます。またリビングのスペースにはこちらこのようにエアコンついておりますので、安心して使っていただけます。こちらですねテラスハウスタイプということで、1階の方はですねこのように広々とした専用庭となっておりますので、お洗濯物なども十分干していただけます。それでは1階もう一つお部屋ご紹介させていただきます。その前にですね水回りご紹介させていただきます。まず独立の洗面台ございまして、ちょうど後ろの方に、室内の洗濯機置き場となっております。そしてこちらが広々としたお風呂となっております。洗面所の前にはですねお手洗いのスペースがございまして、こちら窓の方もついていて明るいお手洗いスペースとなっております。そしてこちら開けていただければ1階に、こちら洋室がございます。こちらも十分な広さがございますので、ご夫婦の寝室などに使っていただける、そんなお部屋となっております。また1階のですね廊下にはですねこちらこのような収納の方もございます。そしてこちらが広々とした玄関スペースとなっておりまして、下駄箱や階段下のスペースもですねこのように収納として有効活用しております。それでは2階をご紹介させていただきます。2階には2部屋ございまして、洋室1つと和室1つとなっております。まずこちらが洋室となっておりまして、このように一体工事という感じですね、十分な広さがございます。収納の方もこちら開けていただければ、このように上下にわたって押し入れタイプの収納がついております。そしてもう一つの方がちょっと日よけのこちらシート貼ってあるんですけど、こちら和室6畳となっております。こちらの和室には使いやすい一間タイプの押し入れの収納がついておりまして、また西側の方にこのようにバルコニーもございますので、こちらもですねお洗濯物をしていただいたり有効に活用していただけます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。